SDGs、 それは2030年までに達成すべき世界共通の目標。今回紹介するのは有機農業の普及で地域活性化を目指す人たち。自然豊かな南阿蘇村に3年前にオープンしたカフェアソビオがあります。店内に並ぶのは南阿蘇で作られた天然のハーブや果物などを主原料にした化粧品などのオリジナル商品。オーガニックにとことんこだわった100種類以上の商品を製造・販売しています。カフェの運営や商品作りを行っているのは南阿蘇オーガニックの小松丸翔子さん。始めたきっかけについて。もともと化粧品会社に勤めてたんですけど、その時に、化粧品自体が、どうしても農薬がかかったものが原材料で化粧品ができてるっていうのを現実を知って、20年勤めた化粧品会社を辞めて自分で何かできないかな。そこで小松丸さんは10年前に南阿蘇村へ移住し、農薬や化学肥料に頼らないハーブの有機栽培を始めました。オーガニックのハーブ自体がちょっと日本ではなかったんですよね。作るってなった時にはもう自分で栽培するしかなかったっていうのが現状ですね。手間のかかる有機農業、教えてくれたのは母親の勝子さんでした。勝子さんは自ら開墾した畑で長年有機栽培に取り組んできた達人です。今のように野菜を取って食べさせたり、草引くのを教えたりするだけですよ。で、虫を取ることを教える。他なんない、まあ頑張らない仕方ないんじゃないかなって思い寄ります。今ではハーブの他にも30種類以上のオーガニック野菜を育てる小松丸さん。その思いについて。農業をする人たちも元気で継続していけるっていうのがやっぱりオーガニックの農業のいいところだと思いますし、また食べる人もその食べることによって元気で、両方の相乗効果があって。小松丸さんはオーガニック野菜を生かして熊本市内の産婦人科と一緒に離乳食を開発。また今年新たに商品化したのが食べられるバラを使ったローズティー。見た目や香りに癒される商品です。この食べられるバラを栽培しているのは阿蘇市のバラ農家、小笠原哲郎さんです。小笠原さんは阿蘇の気候風土に合う品種を探し出し、現在20種類以上のオーガニックバラを生産しています。で、僕は彼女の話聞いててとても共感したんですね。あ、同じ考えでやってるなっていうことで、それで出荷させていただいて、もちろん生でも売るし、蒸留しても売るし、乾燥しても売るしって、いろいろその加工の仕方を研究しながらですね、彼女の先導のもとにやってますが。バラの生産や加工品を増やし、地元の雇用にもつなげたいという小松丸さん。目指すのは人にも自然にも優しい農業で阿蘇を元気にすることです。農業を続けていくためには価値ある農業と体にいい農業っていうのがやっぱ絶対必要なんだなっていうふうに思って、オーガニックを進めていきたいと思ってますね。受け継がれる有機農業で新たな商品価値を生み出す挑戦、南阿蘇オーガニックの未来への形です。